我々の、取り組みのユニーク、あるいは特徴的なところというのは、人を中心に考えるということになります。開発のヒントになったのが、NASA が計測した無重力空間での人間の姿勢、中立姿勢と呼ばれるもの、これが開発のヒントになりました。無重力姿勢での、人の姿勢というのは、人間の体にとって最も負担の少ない状態、これが実現できるというふうに気づいたわけです。この姿勢をシートの中で実現してやるために、我々はシートの形状、その柔らかさの分布、こういったところを工夫して車のシートに座った状態で、その中立姿勢に近い姿勢を再現することができました。実際に筋肉が働いているか働いてないのかというのを見てやると、明らかにスパイナルサポートの方が筋肉を使わずに座れるということが確認できて、より血の巡りが良いということが実験的に確認されました。今回のスパイナルサポートシートというのは、そういった長時間の負担というものに対処できたいいシートなんだというふうに自負しております。スパイナルサポートの技術というのは、シートバック、背もたれの技術なんですけれども、それを後席のいろんな体格の方にそのメリットを享受していただくためにはですね、クッション、つまり座面、ここの技術も必要になるわけです。そのために我々は圧迫低減クッションというものを同時に開発しています。後席スパイナルサポートという技術によって、車の中の全ての乗員の方に快適な姿勢が提供できるようになったというふうに思っていまして、全ての日産車に展開していきたいというふうに思っています。